ひろさん、はい、お薬。お薬ね、ごめんね、はい、ちょっとお口の中入れて、はい、ちょっと奥まで入れちゃう、ここまで入れちゃう、ここまで入れるんですよ。そうするとね、ここまで入れるとですね、ちょっとずつ入れると出さずに飲んでくれる、はい、あ、ほんと、そんなに入れる、こんなに入れる、そう出さないでしょ、ほんとだ、ごめんね、入れていいんですね、それぐらい、そう、はい、そこまで入れてもね、うってなって、じゃん、はい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 、リボ君、これ好きじゃない、これ好きでしょ、いや、あー、うち、あー、うち、これ好き、これはセックスの中に入れない、ね、で終わったらこれご褒美がてら、はい、ううこれはそんな無理に入れんでもいいですけど、はい、好きだから美味しいもんね、だこちらの薬の方はねちょっと奥まで入れてらんと、結構先生ここまで入れましたね、うん、入れましたね、はい、で前後にこういうのが最初にちょろっと舐めさせて、それから薬やってまた舐めさせてください、はいはい、そうするとこれのストレスがだいぶ和らぐ、わかりました、やってみます、はい、でそれとお家でさ保湿剤とか持ってらっしゃるんでしょ、はい、先生いただいた、もう一回ちょうだい、保湿剤と、いや違う、ウェットブラシ、ウェットブラシ、これも頼みました、でこれと、はい、これさ手出してください、手こんな感じなんですよ、はいはい、ただ気持ちいいじゃないですか、うん、でこの気持ちいいのでなるべく当たってください、はい、でも実はこれだけではね毛取れないんですよ、だからもしやれるんだったらこういう目の細かいのも、はい、時々使ってね、でもこれでやるとさすごい多分取れるんですよ、取れちゃうから余計に痩せたみたいです、これねちょっとやっただけで取れるでしょ、うん、で、あんまり嫌がったらまたこっちで、はい、気持ちのいい方で、大丈夫だね、ブラッシングがやっぱり1日1回2回、うん、はい、これ、治療ですよ、うん、はい、これめっちゃやらないからね、これやると血の巡りが良くなるわけだから、先生、この子やっぱり白髪、まつげ白いんですよね、これなんか目の周りが白いなと思って、うん、白い白髪ですかね、こういうひげもだって白いのあるもんね、うん、先生、そうなの、なんか目を見てると白くなってると思って、目の周りが、うん、まあね、長生きだとね、おじいちゃんなんだって、長生きだとすることも起きてきますで、これ治療ですからね、はい、やります、やってくださいね、はい、はい、じゃあ蓋開けてください、はい、で、おしっこ検査の結果をお話します、はい、じいちゃん待っててね、はい、じゃあまず一緒にね、はい。